花ブ、花痕。花ブは、ハエモク、草締めアブか、セルフィデイに属する昆虫の総称、あるいはその中の一種エリスタリステナックスの和名。ただし、イーテナックスの種としての和名は、蚊全体の総称と紛らわしいため、波花ブが用いられることが多くなってきている。ここでは、前者の意味での解説を行い、後者の解説は、波花ブの項目に委ねる。 花ブカは体長 4mm の小型種から 25mm に達する大型種までを含み、種数においても、形態、生態に関しても非常に多様性の高い分類群である。日本国内には1996年の段階で少なくとも89属400種は分布するのではないかと推定されており、さらに未記載種、新種や国内未記録種も次々に確認されている。 世界では1998年現在、188、約6 0 0選手が記載されている。和名に、アブとあるが、いわゆるアブ、直カいイ角群の仲間ではなく、ハエ、タマキいイ角群の仲間である。ただし一般的なハエと異なり、の見栄えかややり栄えかなどとともに、成虫の額に浮か直後にだけ機能する機関である。学能を持たない。 無学農説と呼ばれる群に属する。ヒラタアブアカの幼虫は捕食性でアブラムシを餌とするものが多いため、かつて職場への意で、食場場へかと呼ばれていたこともあった。この名は現在ヒラタアブアカの一種をガバへ、イピストラフィーグロスラーイの和名に残る程度で、トカの和名として使われることは稀となっている。またアブの仲間ではなくハエの仲間であることを明示するために、 アブバイカと呼ぶ試みがなされたこともあるが定着せず、ほとんど使われていない。大抵成虫の体は黒く、胸部や腹部に、黄色や大色の反紋を持つものが多いため、一見、八類に似ていて、ベーツ型擬態の高齢とされている。体表にほの毛はあるが、拷問は発達しない。頭部に額の脳をかくためが苦戦がない。そのため多くのハエとは異なった顔つきをしている。 他の肺から、花ブ化を厳密に区別する形質は脂脈にあり、中脈 M のうちの M1 脈が前方に湾曲し、K 脈 R のうちの R4 プラス5脈に接するため、これらで囲まれた R5 質が閉じている。また、穴あき花ブ属 SPP を除き、中脈と K 脈の間に、真の脂脈ではない偽脈という飛行部が走っている。その名の通り、 成虫は花に飛来して、蜜や花粉を食べるものが多いが、そうでないものもある。中梅花の倉庫な者としても重要で、特に、菊花の植物には主に花科に依存した、ハエナカダチの花を盛るものが多い。幼虫は、有機物の多い水中でデトリタスを食べるもの、球木内で育つもの、捕食性、食食性、キノコ食性など多様な生態に適応放散しており、 それに合わせてその形態も著しく多様である。ナミハナアブアカのうち、ナミハナアブ属イリスタリニーの幼虫は、水中生活で、円筒形の本体からビブが長く伸長して先端に、後部気門が開き、これを伸縮させて、シュノーケルのように用いて呼吸する体から、オナガウジ、オナガウジの名で知られている。この仲間は、生活排水の流れ込む、溝のような有機物の多い、 よどんだ水中で生活するものがよく知られているが、他にも木のほら、軌道に溜まった水の中で、ゆっくりと成長する種もある。先日のように、平田アブ赤には、植物の軽量の上で活発に移動して、アブラムシを捕食するものが多く、やや扁平なうじ型をしている。中には、二筋平タブのように、蝶や蛾の幼虫など、比較的大きな昆虫を捕食していることが、 報告されているものもある。社会性昆虫の巣に依存して、幼虫期間を過ごすものもある。アリスアブ赤の幼虫は、アリの巣内に生活するコウアリ性の昆虫で、半球を多少扁平に押し潰したような、あるいは皿を伏せたような形をしている。この体型に加え、全気門があったかも触覚のように見えることと、相まって、ナメクジの一種のようにも見え、最初に発見されたときは、 軟体動物として記載が割れてしまった歴史がある。幼虫が、アリの巣の中で何を食べて、育つのかは、はっきりしておらず、アリの幼虫を食べて育つという報告がある一方で、それを与えても拒否するばかりで全く行きたかったという報告もある。途中に映像する、スズメバチ類の巣には、べっこ花脂類が侵入して、外日に散乱する。幼虫は、巣の活動が盛んな時点では、 巣から捨てられた成虫の死体などをあさって食べているが、映像末期になり巣の勢いがなくなると、巣の内部に侵入し、スズメバチの幼虫を襲って食べてしまう。黒スズメバチ類には、白スジベッコウハナーブバルセラタブノワズ、黄色スズメバチには、ニトベベッコウハナーブ B ニトベーが寄生することが知られている。他に、ヒラタアブ赤のキベリヒラタアブ属ザンソグラマからも、 高あり性を疑われる種が報告されている。ハエの仲間としては、成虫が衛生害虫となるような活動をほとんどしないため、直接的には人間との利害を持たない種が多い。ナミハナアブやシマハナアブなど、オナガウジ型のナミハナアブ属の幼虫の一部は、生活排水の流れ込む溝や、家畜の排泄物の流れ込む水たまりといった、ごく汚い水に住み、 その姿が目立っていて、気味悪がられることが多い。この類の成虫は蜜蜂,蜂に極めてよく似ており、アリストテレスが蜜蜂,蜂が土分の汚水から生まれるとしているのは、これと見誤ったからではないかと言われる。平田アブ赤のものは、アブラムシの天敵として重要である。類内飼育の容易なシマハナアブは、温室栽培の作物の受粉用に人工増殖して用いられたこともある。 例外的に農業害虫としての性質が報告されているのがマドヒラター部族にいくつか知られている。植物の地下部分を幼虫が食い荒らすもので、水仙などの球根を食害する水仙花アブや玉ねぎを食害するハイジマ花アブといったものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。